げんよう、山田優香です。バレンタインデーも終わって、次はいよいよひな祭りです。はい、女の子の節句ですね。3月3日、女の子がいるご家庭ではすでにもうおひな様、お人形ね、ひな人形、飾られていらっしゃいますでしょうか。私も小さい頃はだいぶ早くから、お代理様とおひな様、飾っておりました。でね、父がいつもかわいいおひな様のお菓子、飾り物をね、買ってきてくれてね、それがすっごく嬉しかったんですけれども、今日はおひな様のお菓子、貝遊びを用意しました。こちらです。こちら私の大好きな和菓子屋さん、塩野さんの貝遊びです。かわいいですよね。はい、こちらはね、ハマグリの形をしてますけれども、これ中に小豆のあんが入ってて、周りは落雁になっている、ハマグリ型のね、貝遊びです。皆さん、この由来知ってますか？貝遊び、まあ、貝合わせって言いますけれども、平安貴族の間で親しまれた王朝遊びの貝合わせなんですけれども、ハマグリは対になる貝殻同士しか噛み合わないんですよね。まあ、二枚貝の特性なんですよね。まあ、そういうことで、現代でも女の子の将来の良縁を願って縁起物としてひな祭りの食卓に出されることが多いですね。はい、見てください、ハマグリ型、しかも色がピンクと白と緑になっています。この色にもね、由来がありまして、ピンク色っていうのは桃の花の色、そしてこちらの白は清らかな雪を表しています。そしてこちらのグリーンの方、これは新芽を表しているんですね。ということで、おひな様に飾るね、お菓子はこの色になってるんですよね。はい、でおひな様が終わると、すぐにこうお人形は片付けなさいって言って、早く片付けないと結婚できないということで、ひな人形ってすぐ片付けなさいって言われてましたけれども、うちも早くからもうすぐにひな祭りが終わると片付けていましたけれども、私は未だに、はい、嫁には言っておりません。はい、関係ありません。はい、ということで皆さん、ひな人形飾って3月3日桃の節句準備いたしましょう。ということで、本日は私の大好きな和菓子屋さん、塩野の貝遊びを紹介しました。ではまたね。